役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、狂信者です。4番のプレイヤーが発言します。バッターの4番です。お願いします。1番手なので、ちょっとなんか気の利いた思考返しでもします。ハリマさん、ありがとう。狼の人がよくやることをちょっと言ってみます。これ統計ですけどね、自分の中で。あくまで自分の中ですよ。狼の人はね、例えば何番さんの言ってることがわからないって言って、わからないのに、その人釣りをします。まあ、なんだろうな。話してる内容に理解してないのに釣りをします。多分理解ができないってことかもしれないけど、理解ができないことも釣りをし要素にならないと思ってるから、わからないっていう、これ結構便利な言葉なんですよ。狼の人よく使うんですよ。ナンバーさん言ってることがわからない。ほんとね、よく使いますから。しっかり聞きましょう。5番のプレイヤーが発言します。はい、どうもよろしくお願いします。まあ、4番さんについては、まあ、それなって感じかなって、まあ、人外のその発言ってすごい便利なんですよね。まあ、まあ、正直言って、村人目線でも使うって思うから、まあ、ただ、釣るまではまあ、4番さんはそっか、釣るまでで言ったのか、意味もわからず釣る。まあ、それって非常にね、確かに、不当でしかないから。必ず釣るのって理由があるんですよ。まあ、そのね、4番さんの言う、この人の言ってることがわからないからこの人を釣るってのは圧倒的に不当。それ理由になってない。わからないんだったら話を聞く。精査する。この人はちょっと怪しんでしまうって。発言気をつけてくださいみたいな。そういうニュアンスでなんか、その人宛てに言葉を残すしかないと思ってるから。で、あとは、要はその人目線でその人のことがわからないんだったら他の人の話にも耳を傾ける。あなた、次の方どう思ってますかとかさ、そういうんでいいと思うけどね。まあ、それが評価者だったら終わりですけどね。はい、以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、5番さんめちゃくちゃ村っぽいなって思いますね。そうなんですよね。そう。大体わかんないって人言っても、そう、一周聞けばいいだけの話なんで、そう、なんかね、結構やりがちだし、しかも別に、なんつうの、釣りをした先がさ、狂人とか人狼もあるわけだから、あんまり村っぽい政策というか、なんだろうね。まあ、俺が一個じゃお願いしたいのが、あれだね。なんか、狂人だから釣らなくてもいいやっていう思考もやめてほしいし、釣った後白が仮に出た場合ね。まあ、なんかね、狂人だろうとか村だろうとか。なんか、わかんないわけなんだよね、結局。村か狂人かなんて。精査できない。明らかに狂人発言があれば別だけど。憶測でしか判断できないから、まあ、狂人だと思って釣り回すとかっていうのは発言では絶対に言わないでほしい。結果としてなったとかはわかるんだけど。だから、発言で明らかにおかしい行動はしないでほしいかなと思ってますね。まあ、5番さん結構村っぽいかなって発言的には聞いてて思いましたね。その通りですよね。一周聞けばいいだけ。7番のプレイヤーが発言します。はい、霊能です、霊能。一角した場合で、乱指定とかしないです。4番手なんで、一本釣りも基本しない。まあ、するとしても乱してぐらい、一本釣りは基本しない、4番手なんで。4番については結構良かったですね。その、狼がする行動を発言して、まあ、人外の、言動を制限させるようなね、まあ、牽制させたような印象がありますよね。狼がこんなことするからって。狼しにくくなるよね。割といい印象。5番についてはね、4番に対してそれなだけで片付けたよね。それが結構印象悪いって言っとこうか。なんだろう、じゃあ、それならわかるんだけど、4番に対してどう思ったかっていう発言を欲しかったね。まあ、印象悪いって言ったら言い過ぎだけど、ちょっともう一言欲しかった、4番に対して。うん、どう思ったか。6番については、5番のことを印象いいというのはちょっとまだわかんない。8番のプレイヤーが発言します。結構逆なんですけど、言ってることが分かんないやつって精査もできないから初日に釣るべきだと思ってますよ。もしよほど黒市がいない限りって。じゃあもし仮にその言ってることが分からない人が村視点で、ね、偽の占い師が、村で偽の占い師が黒を打った時って、精査できんくない。だってその人の言ってることって分かんないんだから。
って思いますよ。4番、5番、6番の中でその思考が俺はあるから6番がおかしいと思ってます。2週目に聞けばいいんじゃねえって言ってるけど、4番、5番でそれが2日目、3日目以降ならって思いますけど、処理しきれんくないって俺単純に思うんすけど。え、分かった言ってること。いや、気持ちも分かるし、言ってること分かんねえから釣り手はってなると思う。9番のプレイヤーが発言します。はい、評価できるのは8番かなって思ってます。僕もそう思うけどね、まあ、4番が言ってることって4番に関してってなんかもごもご最初してたなぐらいなもんであって、別に4番の人外要素足りえないから、言ってることとしてはまあ分からないっていう言葉を統計上4番の経験則から人狼が使いやすい、人外が使いやすいっていう話をしてるだけで、分かんなかったらっていうのをケースを挙げてるのが5番6番だけど、そうではなくて、例えば人の話を聞いて、あるいは2週目聞いて分からない発言をしてるんだったら、その人釣りゃいいと思うから、僕は8番と同様だと思ってます。だから2週っていう猶予がある中で1週で分からないからここ釣ろうって言ってる人がいるんだったら、それは話は違うけど、2週聞いても分からない人物ってそのまま釣りゃいいと思ってますよ、初日は。で、7番さん、心霊能ですかね、大丈夫ですかね。5番の思考がわからないんだったら6番評価できないから、6番の心証下がるはず。7番視点だったら6番って5番のこと村っぽいって表現してんだから。はい、1番のプレイヤーが発言し、まずね、人外と村側ってどっちがわからない発言するかって言ったら、人外の方が絶対わからない発言がするから、まあ、4番さんがなんか人外ってわからない発言って言うっていうのが、なんか4番さん防御感感じた。4番さん自身がわからない発言を人狼だからするから釣りをして殴り返し、したいのかなと思ったんで、4番さんが黒いのと、あとね、狼って結構評回収するから、6番さんって5が印象いいって、まだ5番さんって2周目のグレー考察しないとわかんないから、なんか6番さんって5の評回収してるんかなと思うから、4番さん6番さんに一郎がいそうな気がする。8番さんがやっぱ最白だね、そこを白評価してる。9番さん印象がいいから、46のどっちかに一郎は自分いると思うけどね。2番のプレイヤーが発言します。そうだね、みんなその4番さんが言ったことに対して、その4番さんの発言から5番6番が拾ったことに関して、7番の霊能さんから8番9番1番というふうに触れていって、それぞれの印象付けをしているけれども、結局のところ、まあ、まあ半分同じだし半分って思うところはあって、まあ結局まず最初に前半一の人で気になった人で言うと5番さんですかね。その4番さんの意見に対して乗っかって、それに対して4号で見た時に、俺は4番さんの方がまあ言えたいことは言っている、5番さんはただ乗ってるようにしか聞こえなかった。それに対して6番さんがこの印象がいいっていうふうに言ってるのが、まあ俺からするとその6番さんの精査が甘いから、安直すぎるから、まあちょっと制裁抑力的なところで言うと薄いっていう観点から、まあちょっと2攻めかなと思ってますね。ああ、時間足りねえじゃん。3番のプレイヤーが発言します。で、ギャリアの4番さんの言いたいこと言うのは分からないっていうのは、要はその人の発言が分かっているのに全文の原文を拾った上で分からないって言ったのか、ほんまに中身の意味が分からないのかって、狼行動するというのは普通の原文の全文を拾った上で分からないって逃げるっていう行動が、4番さんはそれは狼行動だって言ったの。で、7番さんにお答えするけど、狼に対して圧をかけるか、4番さんは狼に対してアドバイスをしとるから、あんまり印象は良くないかなとは思うかな。で、1番さんが6番さんにしてた向けんで、してた 向けた視点で、6番さんが5番さんに、あ、釣り位置がその評価収勝利か、あれなんだけど、じゃあ6番さんが村のカードを持っとった時っていうのは、5番さんとは戦い位置なんじゃないか、そこは両面性取れるかなと思って。うん。まあ、8番さん、9番さんの言いたいことは分かった。とりあえず、だから今日はね、5番さんか2番さんを釣りたいかな、と思っとるかな。まあ、そんな感じでーす。90秒どうぞ。4番のプレイヤーが発言します。2周目入りました。5番さんが1白。はい。他は大丈夫です。面塊で6白。のし。ボンボン出ますね。
そうですね。まあ、うちもグレーだったら、結構、まあ、9番さん行きたかったかなと思ってますね。まあ、1番さん今、霊能になっちゃったけど、9-1あたりかなと思ってたのは、まあ、いろいろちょっと自分の変な、ね、思考開示で、あれだったけど、発言の内容自体がわからないことってそうはないなと思ってて、聞いてると。でも、内容自体を理解してるんだったら、その内容に対して多分明確に話せるはずだから、わからないっていう言葉で片付けちゃう人が人外かなと思ってたっていうことですね。まあ、8番さんとかは、まあ、自分の意見をね、明確に述べてたんで、まあ、8番さんの言う通りだと思いますよ。理解ができなかったら釣り縄消費だと思ってるんで、8番さんはね、別に狼っぽくないなと思いました。でも9番さんは8に納得したって、内容に納得したってことはない、自分はないと思ったから、9番さん結構釣りたいなと思ってたところで、1番さんもだったんで、まあちょっと霊能、ただ霊能、5番さん1白だもんね。ちょっと霊能はロラする形になるかなと思うけど、7番さんが明確にもうほぼ一角想定での発言をしているところは結構新っぽいなとはちょっと感じたのもあったんで、1番から行こうかと思ってます。5番のプレイヤーが発言します。はい、まあ17はもう一回発言聞こうかなって思ってますんで一旦置いときます。はい、4番さん、その9番釣りたいっていうのはちょっとまあ、僕視点ナンセンスかなって思った。ね、8級の言ってることって大いにわかるんですよ。確かにね、2周期で何もわかんなくて、他で黒1上がらないようだったら、その人釣るしかないんですよ。で、なおかつ占い師から黒出された時って何も言えなくなってしまう。村だった場合、何も言えなくなってしまう。その人が釣られてしまう。そういうケースって一番やばいパターンなんですよ。なおかつ初日で他に白が釣れました。まあ、要するに白って2人釣れちゃったらもう狼、ほぼ勝ち確じゃないですか。強人が落ちてない限りって。そういう場面ってのはわかるって思ったかな。はい。そのところで、なんで9番釣りナンセンスかっていうと、8番の話に、もうプラスアルファ上乗せして、9番っていうのは話してるから、9番っていうのは正直、8番の評価集とかじゃない限り、ほぼほぼないと思う。てか、なんか評価集っぽくも感じなかったって思ってるから、僕は9番はいいかなって思ってる。はい。っていうところかです。まずは9番に対してはそう。だから4番その発言はちょっとナンセンスかなって思ってます。まあ、あくまでも僕視点。はい。4は正直グレーの中で怪しくなっちゃったかなって思ってます。2番のその、なんだったっけな。なんかあったんですよ。なんだったっけ。まあ、いや、置いとこう。ちょっと2番もなんか、ちょっと怪しい発言がありました。それから1番の話ってすごい6番に対してのクリティカルだったと思ってるけど、ただ3番っていうのは僕強靭に見えたかなって思ってて、なんか3番の発言って1番を評価集しつつ6番に白出してる。で、なんか6番の狼が透けたなって感じがしたから白打ってんじゃないのって思った。単独はほぼないんじゃないって思ってます。以上。6番のプレイヤーが発言します。はい、5番目線で6番狼になった理由が分かんなかったっすね。ちょっと。3、6がない。だったら、7、1の打ち明けってどうなってるんでしょうね。って思いましたけど。普通に9番さんと8番さんで、9番さん追加したっつってるけど、追加できてないですね。8番さんっていうのは言えてるけど、9番さんって2周目もそんだったらって言ってるけど、いや、2周目の発言俺はしてるんで、4と5はいつの話してるか知らないですよ。2日目想定とか3日目想定。俺は分かんなかったら2周目聞けばいいって、明らかに6番は2日目じゃなくて1日目の、2周目の話してるんで、話何も聞けてないっていうか、言えてないって、再付けできてない人物だと思ってるんで。まあ4番さんは、どこの目線で9番を釣りたいかによっても関わってくるんだけども、まあ、9番は釣っていいと思うんですけどね。5番。あ、今日はあれですけど、霊能ですけど。はい。7番、しかも、現状下で7番しか出てない状況下で、9番さんって、7番さんって本当に新霊能ですかって炙ってるわけでしょ。狼だったら強靭出てこいってアピールにも見えるし。はい。まあ、8番が弾ける理由はわかんないですけど、4番目線でね。まあ、2番もなんか誰もや、7番しか出てない状況下で、6番の芯がないみたいな。まあ、言葉の多分間違いだと思うんだけど、どういう目線なんかなって。何俺を役で見たってことですか。ちょっとよく分かんなかったですね。さんまさんの指摘はごもっともだと思います。一番最後。だから、5番さん、今の聞いて、んって思ったんだけど、一周目は俺は良かったし、しかも俺、村評価とかもしてないんだけどね。まあ、村っぽいとは言ったけど、だからそこの微妙なところも9番さんと違ったんで、グレードと9番と2。7番のプレイヤーが発言します。
初週僕って5番に対して4番にそれなだけで済ませるのかって言った発言してるんですよ。次に6番が5番のこと評価したからちょっとそれ早すぎないかってことを伝えたかったんですけど、9番は、まあ、7番は6番のことを評価してるって言ったんだけど、それはちょっと9番の捉え違いね。で8番と9番がなんか4番に突っ込んでたじゃん、あ、分からないとすればいいじゃんって言ってたけど、多分そういう話してないんだよね。4番って分からないって言ったところをすればいいっていうのは、なんか4番の話はちゃんと聞いてないの印象残るけどね。うん、人狼の行動を説明してんだからさ、なんだっけ、分からないと言いつつ、例えば9番が分からないからなんかするみたいな行動を人狼がするって言ってるんだからさ、8番と9番は言ってること違うと思う。うん、分からないと言いつつするのが人外の行動である。8番と9番っていうのも分からないって言ったところを釣ればいいじゃんって言ってるから、4番の話を聞いてないなって印象残ってるね。まあそれがクローズとかでは置かないけど、2番はね割とその位置で印象、あ、なんか伸びなかったなって印象あるよね。あ、最終2番手でそこかって。1番の色みたい、白だったら俺の釣りも飲む、うん、明日村目線の俺釣られていい明日、うん、黒だったら俺は3番の進路を下げていく明日、俺はその仕事をしたい。産後の打ち上げまだ分からん、うん、3の話も聞いてないみたい。ここ白にな、ここ黒になっていうのは特にないグレーで、はい。8番のプレイヤーが発言します。7番の進切りましょうか。1番が黒だったら5番偽です。7番新切るんで、7番明日釣るで、俺6番でいいと思ってますよ。6番の9番叩きって意味が分からないですね。で4番に対して8番が弾ける理由が分からないって言ってるんであれば、あなた視点って8番の精査をするべきだし、そこからなんで9番2番ってなってるのか正直分かんないですよ。じゃあ4番の村要素ってどこですか。いや6番でいいって思ってますよ。3番が偽っぽいって思ってるんで。なんか9番2番4番にあんまり狼っぽい位置なくて、評価集めっちゃしてるなって思ってるのが6番なんですよ。どうすか1番の決め打ち進行 で6番が黒出たら3番って終わりでいい。いやなんかそんな感じするんやけど、変ですよ6番のコースって。9番2番が筆頭になったのもわからないし、あなた視点って7番1番をロラして9番をって言ってるんだけども、7番1番ロラした場合って9番を発言せずするしかないから、わかる言ってること。でもあなたの発言考察を聞いてて、あの9番がおかしくなった理由も俺はわからないし、9番2番ってあの卓に上がってるのもわからないし、4番が弾けてる理由もわからないし、8番が弾けてる理由もわからないんですよ俺は。わかる。6番の色みたいですけどね俺は。一番新進行でダメで、なんかそんな感じですよ。3番もなんか偽っぽいなって思ったもん、なんか発言が。どうすか。6枚1本。9番のプレイヤーが発言します。3番も偽っぽいと思ったってどういうこと。3番の発言ってこれからじゃない、占い師としての発言は。それとも初週の3番のグレースケールが合わないってこと。それとも6番に白が出てるから3番の新芽がないってこと。今のでも8番の言い分だと3番の言動が占い師っぽくないっていう話だけど、スケールがなんかよくわかんないこと言ってるなと思いますけど、5番が6占えばいいじゃん。じゃあ1番7番引き切り、あの5番が6番占えばいいじゃん。で5番が6に白出すようなら8が視点更新し、5番が6に黒出すようだったらば6番と5番の欄っていう形をまあ、3日目に取るのかっていう話になるわけだから、そんなにせく必要ないと思うよ8番は。まあ6番が言ってる9叩きっていうのは、まあ僕視点だったらあまり理解はできないものですよそれは。だから5番のことを村評価してないし、俺は村っぽいとは言ったけどって、僕視点からしたら村っぽいっていう発言を落とすこと自体が村評価してると同義だから、それはもう観点の違いかなっていうぐらいで済ませようと思うけど、4番からも6番からも9番って怪しまれてるけど、僕は2番が怪しいと思ってますけどね。あのなぜ2番が怪しいかって言った場合って、初週の段階下で発言でこうとも取れるけどこうとも取れないところが半々だっていう精査のもとで、僕はどういうスケールを出すのかなと思ったの2番視点の中でね。
聞いてきた中でどこの人たちと会ってて意見がどこの人たちと意見が半々なのかって僕全然それが理解できなかったから2番手ヘイト隠す人物だなっていうふうに移ってしまったから、はい、群れで2番が怪しいと思ってるよ。まず自分95秒で出ました。結構ね、俺出方精査って結構大事だと思ってて、だいたい一周目に出てきて陣形って結構作りに来てるから、もしかしたら進路進路も十分あるんで、7番さんつってちょっと色味をしたい。でね、もし進路進路があった時は8番さんが強靭がちょっとあるかなと思ったのは、まあ、一周目から結構殴り入れてて、俺は白く見てたんだけど、八番さんがもし強靭になった時に、なんか一号朗朗に見えてて、三番さんの占い吸いに行ってるようにもちょっと見える。まあ八番さんが強靭じゃなかったらこれちょっとごめんね、殴ってるのは。ただまあ七番さんのちょっと色を見ればわかるんで、ちょっと七番さんを釣ってほしい。でね、潜伏してて速攻で出る意味がないから、俺結構5の方が偽。三番さんが死んじゃないかなと思う。ちゃんと95秒待って出てるから、全路狙ってるから。ってなると6白。で、まあ8番さん1周目考察がいい。9番さんそこ白大きい。印象良かったから、俺やっぱ2か4どっちかに人狼がいると思ってるんだよね。やっぱ2番さんって1周目あんまりヘイトを変えたくない感じがした。まあ4番さんの黒要素は7から、行かずに1から行こうとしてるのがおかしいから2か4どっちかに人狼がいそうな気がする。でも騎士はやっぱ占い声ちょっと強めてほしいから占いが抜かれたら結構運ゲーになるからまあとりあえず7番さんの色を見よう。進路進路もらえると思うよ。2番のプレイヤーが発言します。あの、ヘイトを買いたくないというか、時間が足りなかったんですよね。その後半位置に触れる時間がなくて、それでヘイトを買いたくないって言ってる精査をしてる9番っていうのは、俺目線グレーの中で、自分が釣られ位置で今2級で上がってた段階で、どうしても釣られたくないから2を出そうとした。っていうようにしか見えないんですけどね、ぶっちゃけ。これ普通にスムラなんで、スムラを1日目から釣っていいっていう状況下の中で、あ、それ占い師さんたち、役職の方が判断するのであれば、別に釣りでも大丈夫です。ただこの発言でローで見るんですかっていう思うけどね。俺がそっちの位置だったら絶対今の発言で、まあ、釣りはないかなと思います。正直ね。臭いと思ってるのは9番さんと、あとその8番さんの、もう完全に決めきってしまっているところ。なんだっけ ?7 の偽だっけ。もうどっかを決めきった。3の偽をもう、決め打ちしている段階で3ってまだ2周目話してないし、盤面だけど一発目の発言だけで決め打ってるところが、同じ村目線で考えたときに8番さんはちょっと村目線じゃなさそうだなとも思っちゃったけど、結局のところ、まあ、この盤面下の中でグレーの中には1匹しかいないってことを考えたら、まあ、4番さんはその位置であるからあんまりぶっちゃけ8級に比べたら薄いかなと思ってますね。8級のどっちかに1匹いると思ってるんで、自分は9、いや8からかな。3番のプレイヤーが発言します。申し訳ないけど1番さん決め打つよ。これは村は全体お願いします。7番さんの発言下において1が黒結果だった場合3番がおかしくなるって、1に黒結果が出た場合は間違いなく独行だから7番さんは出現の破綻をしてます。で2番さんもなんで霊能でいけない。で2番さんはグレーの中に1郎いる。じゃあ2番さん視点だったら5が1白打ってる。5、1郎郎とかさ、3、6郎郎とか追えないの。9番さんに対して臭い。じゃあ何が臭いの。何も原文落としてないからわからない。で、8番さんに関しては3番に行くって言ったけど、あ、6番さんに行くんだけど、9番さんの指摘の通り3番に対して怪しい言うただけで何も原文落としてないから、何が怪しいのか、もし8番さんが村のカードを持っとんなら、私何もお答えできないんですけど。じゃあ私、そのうどんを飲むんなら、私も8番さん怪しいです。飲めますこれ。飲めないでしょ。なかなか原本さんから。で、4番さんが8番さん、9番さんを一緒にするのはおかしい。そこは対抗の5番さんに言うたけど、9番さんっていうのは付加価値をつけた人間。2周目もそのままだったらって言うと、9番さんだけ違うこと言ったから、8と9で比べた場合は9番の方が印象良くなるはず。でも9番さんもそれについて4番さんに対して、なんか持たない、なんか
違和感を8と9を一括りにされた場合っていうのは、9番さんも、9番さんが狼だったら一番怖い位置かなと思うから、8番さんからは多分か普通に暴論を受けてる。で、2番さんも2番さんで9番さんに発言を落とさないのがおかしい。臭いだけじゃわからない。誰も通用しませんよ。で、8番から行くんでしょ。それも納得いかないんで、今日は7番さんいて7番さん決め打ちます。7行きます。村は絶対来てよ。全プレイヤーの発言が終了。その疑いにはどんな根拠が？8番、今日臭いね、これ。追放されるプレイヤーは7番の遺言を発表してください。あ、3番が1白だと思ってた。5番が6白だと思ってた。だから言い間違えた。まあ、ただ、その1回の出現で決め打ちされるなら、それはそれでいいんじゃないか。1番さんを決め打ちできるのであれば、明日からやってみたらいい。俺が3番と5番の発言、あの順番を間違えた。占い先はね。それはそれで、一回謝っとこうか。ごめんね、3番と5番のあの占い先、間違えちゃったさ。まあ、いいんじゃない ?1 番さんに決め打っても。9番と2番割と良かったと思う。いや、よかった。じゃあ2番が、ちょっと8、9どっちか行こうかみたいな発言がちょっと強靭臭いかなと思ったから1番の色みたいに見たかった。9番の8倍の指摘、3番の占い師の発言まだじゃないか。それはそうだと思ったから結構良かった。でも8番で3番が偽だって言ってるわけじゃなくて、単体で7番の偽を決めたいから6番に行きたいって言ったんだよね。3よりも6はグレーで6番に行きたかったね。8番っていうのは。まあ、ただ9番って、8番へのツッコミまっとうになってるし、2番もあんまり人狼っぽくないんだよな。まあ2番って俺に言ってんだっけ。多分なんか8、9に割と行きたがってたから表面もあるかなと思ったけど。まあ失言をね、3番と8番が絶対に許さない、決めにするって言ってるから、18とかもあるかなとかも考えたさ。まあいいや。決め打てるもんなら夜が更けました。人狼に気をつけてください。7クロと7つって5つおかしいんやろこれ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番のプレイヤーが発言します。はい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 、6番釣りましょう、6番釣りましょう。1番さん決めとくか、じゃあ。はい。いや、僕はね、ローラするつもりでいたけれども、7番をね、今の発言下で、なんだっけ、2番強人像に見えるんだったら1番狼の5番が狼になるのかな。じゃあ1号狼っていうところまで伸びないのかなっていうふうに思った。6だったかそうかい。まあ違和感はそうだったんだね。はい。いや僕ね、1点だけ気になったのがあったの。いや、まあ7番が狼だった場合ってこれ3強6、7ローじゃないですかっていう話なんですが、なんでかっていうと、6番って7番に対して9番が解いた7番進化、本当に。なんで6番に言及がいかないんだっていう視点に関して、6番は9番に対して7番に進化って言って、狂人をあぶり出そうとしてる狼像に見えるって言ったんですよ。6番視点の中で7番が狂人ではないことを確定で知ってる発言だからね、これって。意味わかりますか ?7 番が何者かを知ってる発言にしか聞こえなかったんですよ。村ってそれわかる?言ったよね、6番って9番に対して。いいじゃないですか。3強6、7ローでフィニッシュじゃないですか、これ。今。3番超えしちゃったんだけど、適当にどっちかでも占いいいやと思って。って風に思ったんですが、どうでしょうか。
新決めて6行こうよ。はい。俺、新郎新郎追ってんだけど、まあ、けど新郎新郎って共鳴8番さんなんだよね。6釣りをしてるから。だからちょっと違和感あるんだけど、やっぱ3号精査したら3番さんの方が俺新だと思うんだよね。で、3番って旧城やろ？ 3 番旧城、5が6黒やろ？まあ、俺目線は5釣っときたいけどね。とりあえず5釣って俺新なんで、俺5で終われそうな気がするんよね。いやいや、俺、新郎新郎追ってんだよ。57追ってんだよ。57。57で、強人が出てる、と思ってんの、6級どっちか。だから、とりあえず俺5釣りたいんだよね。うん、3番さんの方が俺、芯高いと思うんだ。やっぱ95秒で出て、全路狙ってるとこ、5番さんってそこで出てるじゃん。だから俺は5で終わると思うけどね。2番のプレイヤーが発言します。どっちだろう、まあ、3ちょっとシンキングタイム10秒くらい回っていいと、まあ俺も1周目の段階から6番はちょっとんとは思っていたけれども、ただ9と6で出てるっていうところで9番さんのさっきのあれをもらっちゃうとちょっとな、だ3をシンと見るか5をシンと見るかで、7が強だった時の追い方として、ちょっと3号の発言聞いた上で3号どちらかに入れます。現状臭いなと思ってるのは、ちょっとこの段階では今は言えないですかね。3号どちらかに入れますとしか言えないかな。3番のプレイヤーが発言します。実施点6と9に白が出とんで、6と9に強靭、1番さんが新7号ローロー、いいです。7番さんの先ほどの発言を拾って、言い間違いとか言ったけど、自分の真の霊のカード持っとったら5、1で黒が出た場合3に行くとか言われないから明らかな失言です。だから7番さんが黒。で、5番さんの2周目の発言下において3番が強靭に見える。だから1番に対してすり寄ったんじゃないのかな。じゃあその分は私が飲みます。じゃあ3番強靭を飲みます。じゃあ3番強靭で見えた場合っていうのは1の白が見えません。5番さんが占い師で1の白が持ってるっていう話で言ってるわけでしょ。で、3番が強靭だったら1の白が透けてからすり寄ったいう発言は5番さんは明らかに違う発言だからね。それそこまで聞いて5番さんに言ってよ。言ってよ。1が真でしかないから。1真しかないから。7番さんのあの発言聞いて、そこでから人外、もう黒なんだけど、黒で追わない方がおかしいですから。いいです？わからん。強靭かどっちかがわからん。それはわからんだけど、とりあえずあの4番さんも2番さんも、1番さんも多分しっかりしてくれとるからいいと思うんだけど、2番さんと4番さんはしっかりしてくださいね。7番、もう一度だけね、最後に。7番さんの発言下において、1番さんが白だったらいいけど、次が伸びます。黒だった場合は3番が怪しいです。なりませんから、5ですから。今日は5いって。4番のプレイヤーが発言します。まあ、2番さん、自分と2番さんは村確定っていうことで、まあ、一応じゃあ9番さんは2号 A で、6が4号 A で、まあ、あんま意味ないかもしれないですけど、やっときましょう。で、自分は2番さん1の芯を決め打とうかなと思ってますけど、8番さんに興味を感じて、グレーから行きたい8番に興味を感じて、7番の色が重要だって言ってるのはかなりの新感情かなと思ったのが1番さんで、1番さんが狼だった時に7黒は出さないっていうのもわかるし、だから1の芯を決め打てば基本占いどっちつっても大丈夫かなと思ってますね。
5番の目線では3、6ローロしかないし、3番の目線ではもう5、7か5、1ですもんね。で、1番の芯を決めれば5、7だから、占いどっちつってもいけんじゃないですか、2番さん、これ。いけるよ。きっと1番欲しいんだよ。信じよう。ここは。まあ、ちょっと占いで言うとどっちかって言われたら自分5番さんの方が2戦目かなと思ってて、まあ、自分が9番に向けた指摘っていうところに対して5番さんってそこに言ったじゃないですか。あ、まあ、いや。3番のプレイヤーが発言します。いや、キッコーマさんで2人だと、はい、ヨーマさんよく聞いてくださいね。1番っていうのは7が黒確定してます。3番っていうのは1の芯を決め打ってから7の黒が確定してます。お互いで7の黒確定してるんですよ。だったら村目線であろうと1、3目線であろうと6まで縄って絶対届くんですよ。要するに1番、1、3新世界線でも縄が余ってます。5番のじゃあ破綻を見てくださいってんで6釣りいけるんですよ。あくまでもただただ1、3目線の話ね。で、なおかつ6、9揃うの揃って占いを守ってるんですよ。1番のこと守れるんですよ。だから統一で私のこと守ってください。6番の色見て6番に白出しますとか。だから1番の方、1番はもう偽確定レベルの話してると思ってるよ。あのね、霊能なんだから色見れる。で、6、9ってのは占いを守った。1番を守ることができる。6番の色を落とすことができる。仮に1番が芯だった場合って、6番の色を落とすのって非常に重要なんで、1番視点っていうのは7番で確定で陣外落ちてる。要するに縄が1本、1番視点だけだけど余ってる。だから3番もほぼほぼ出現レベルで、1番を芯決め打つんだったら、6番っていけるんですよ。はい。よまずそこはちょっと、発言取ってほしかったなって思ってます。はい。だ絶対6番入れてね。あのね、僕目線も1、3目線も6つれば確定で6、7で1陣外落ちるんですよ。わかります？これ。僕目線でも1、3目線でも。要するに、今残ってる役職目線。役職目線。まあ、騎士除いてね。役職目線で6が確、6、7で確定で1陣外落ちるんですよ。はい。6入れてください。6番。のプレイヤーが発言します。はい、全然ダメですね。それって6番が新騎士だった時に9番教授で PP を切るんで何もできてません。1番さんっていうのは進路を追ってるんですよ。発言で追ってないんだったら分かるけど、1番さんはずっと初週から進路を追ってるから5番投票なので、別に1番さんの発言は間違ってませんけど、で私視点1号狼か7号狼なんですけど、1番が5に行く必要がないので7号ですね。で、9番さん捏造してて、7番が、私が言ってるのは、7番が一角している状況下の時に、9番さんって7番さんに叩いてるから、霊能に出てくださいってお願いしてるような狼に見えただから、なんか、9番が絶対7番の色分かってるみたいな発言がもう強靭でしかないでしょ。発言ずっとおかしかったじゃん。ダンテージに入ってて、2番に黒塗って、俺は狼に見えたんだけどね。だから、俺3番よく分かんなかったし、なんで評価してるのかなって思ったし、3目線で霊能を決め打つ必要はない、占い師が決め打つ必要はないかなと思った。別にあなた目線はローラーして黒見つければいいかなと思ったから5番さん超えしちゃったんだけど、まあ、5番さんが黒出されちゃったんで、まあ、白もらってたから潜伏ってのもあったし、はい、だから1番さん死んでいいと思いますけど、だから4番さんが合ってますね。5番さんは最速 PP 狙おうとしてるんで5番さんから釣ってくださいね。5番さんから釣って、5番さん釣って終わりですね。はい、大丈夫ですか。キューバーさんの2番さん視点でおかしい目線どこ行ったんですかね。だから、おかしいじゃないですか。俺が言ってんのは、1周目で、俺、2周目でサイズ付けできてるじゃん。そこキューバーさんって捏造してるんで、キューバー教授なんで。36も36見えたもん。俺に白を打ってる時点で5が死んだろうなと思って5の死に下げした。きたー。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。はい、説明しますね。6番っていうのは今の発言的に17両方どっちが死んだかわからないっていう発言残してました。6番っていうのはね、そうなってくると一番真の世界線だったとき、それでも6って釣り飲めれるんですよ、はっきり言って。
はっきり言ってね。わかるかな？要するに、6番視点で17芯がわからない状態。で、仮に1番が偽だった場合って、57ローローにならないんですよ。6番が一番危ない橋を渡ろうとしてるのね、この場合って。だったら6番視点は、まあ6番、あー、ダメか、6番視点は5番から黒出されてるから、5番ってのは偽確定。普通だったら、わからないんだったら、3日目に5番つって、今日はちょっと1釣りませんかっていう騎士だったら、そういう提唱を残すべき。6番っていうのはね。このまま5番が釣れそうな勢いだから5番に釣りをしたようにしか見えない。確定よね。そういう発言ね。3番って6と9で白6番視点で今の発言からは17どっちが真かわからない。仮にだけど7番が新世界だった場合って5番が釣られた場合って、ここで PP なんですよ。だからもう強人出てください。1番強人でしょって思ってるんですけど。はい。っていうところ。もう一回13の偽要素あげますね。1番っていうのは、1番っていうのは、まあ当たり前だけど1番視点で7番で核人外が落ちてます。で、だったら、縄が一本余裕あるんですよ。だったら6つってみないとか、そういう発言が出てもおかしくない。で、なおかつ霊能って守られてないんですよ。1番さん。で、占いに守り寄せてるんですよ。だったら1番守って6番の色見ます。そうすれば5番の破綻が見えますとか、そういう発言残してもいいレベル。3番っていうのも1番を真決め打ってる。ってことは縄が一本余裕あるんですよ。1、3っていうのはお互い縄がある、余裕あるんですよ。なのに5を釣りをした。夜が更けました。人狼に気をつけてください。まあ、俺の狂人わかるやろ。まさけど、結果語り恐れて俺かわいやろうな。結果語り。結果語りするからね。もう偽装ごっちょもでいいんじゃね。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。9番、1番のプレイヤーが発言します。1クロはないわ。1クロはないわ。これ3、6ローローはちょっとね、かなり見えたから5番さんの芯下げたよ、もう。頑張って。3、6ローロー、1強、PP。じゃあ2投票でいいかな ?2 番さん入れますね。2番のプレイヤーが発言します。なんで俺入れんだよ、意味わかんないだろ。24はスムラ確定だから。1クロだった時、いやー、4番さんは最後の最後で3番に入れたんだ。36で見たってことか。あー、負けだ負け。3番のプレイヤーが発言します。いや、2番さん大丈夫よ。1番さんがもし強人だった場合、36ローロー世界で1番強人だったら1番さんは自投票すればいいから。51ローローの6級で新居ね。51ローローで6級が新居。だから多分7番さん、多分もう7番さんが新だったんだけど、7番さんはあれは多分決め打たれても仕方ないと思うよ。2番さん、4番さん、1番さんがもし強人のカードを持っとんであれば、36ローロー1強を提唱するんであれば、1番さんは自投票だから、強人 CEO をしとる狼だから。逃がさないでね、絶対。2番さん、4番さん分かる？もし2番さん、1番さんの席座って、4番さんも強人のカード持ってます。じゃあ36狼が分かってます。だった場合、2番に入れます。出ないですよね。自投票ですよね。それでから逃げようとしてる狼なんで、今日は必ず1番さん行ってくださいね。2番さん、4番さん納得しました。4番さんなんか私に入れてきとるけど、なんか嫌やったんだろうな。いや、なんかね、7番さんが嫌やったんかもしれんけど、うん、今日は必ず1番さん行ってください。1番さん行って終わります。お願いします。4番のプレイヤーが発言します。これは間違えちゃったかな。皆さんごめんなさい、一心進行って言っちゃったせいかな。あんま1番ね、狼に見えなかったんですよ。8番に紙が入ってたから、1番が 1日目に強化して佐々木って8と9だったから、8番に紙入ってて、7に黒を打つっていうのは、まあ、ロラ前提になっちゃうんで、あんま1番の狼見てなかったんですけど、だから、1黒打ってる3番、偽かなって思ってるんだけど、昨日占いの欄かなと思ってたんですよ、今さん。だから3、5の欄で3番入れちゃったんだけど、みんな6いってたから、失敗しちゃったな。ごめんなさい。
まあ、でもここはもうあの3、6、芯にかけて1いくしかないですよ、2番さん。5、5、1、ローローだ、これは。5、1、ローローだ。これ、俺でなんか負けてたな。3番さん、芯の6芯だよ。それしかないもん、もう。それしかなくもないか。ちょっと待ってよ、それしかなくもないくないか。一回、いけんのかこれ。3番さん目線は1号ローロだよね。それしかないもんね。で、あ、でも1番強靭だったらもうダメか。どうする、どうする2番さん。一回、6行ってみる。6行ってみる。いやいや、もう無理よ。6番のプレイヤーが発言します。はい、私死んだから大丈夫ですよ。発言からも9番強靭ってわかるでしょう。で、1番の強靭がないんですよ。9番強靭なので。私視点は5番さんから黒を打たれてるから5番さんが偽確定なので、5番さんが、まあ、強靭か黒なんですけど、9番さんが対抗で出てきてるので、9番さん強靭確定なんですよ。で、1番さんが7番に黒を打ってるんで、あって狼なんですよ。で、1番さんの逃げ方って僕強靭だから、他のとこに入れて、一番さん残って、まあ、9と6の審議で、9が審に見えたんでしょうね。おいおいおい、俺の教授審議だから、9を噛んで、ワンチャンここで PP を狙おうとする作戦なので、ダメです。今日は絶対に一番さん行って、ゲーム不セットです。あ、ごめんなさい。僕教授だから、絶対一番さん行ってない。教授だから間違えたら PP 起きちゃうよ。二番さん、四番さん。僕、護衛してないから、あの、明日間違えちゃうと PP 起きちゃうから、絶対今日一番さん行ってない。1番、5番、狼ね。まあ、見えなかったけど、確かに見えづらかった。でも、最後の位置で逃げ切ろうとしたんだろうね、1番さんは。って感じだね。はい。まあ、ちょっと村やばかったけど、なんとか勝ててよかったっすね。だから2番さんを黒い位置に持ってこうとしてる9番、狼だと思ってたから、まあ、俺の対抗で出てきて、あの、潰そうとして強靭だったんだね。白もらったから、多分出やすかったんだと思う。旧強靭目線はね。しかも3号へ、つって。行って、なおかつ芯を上げて、6番を落とそうっていう魂胆だったんだね。だからちゃんと分かってね。昨日の5番さんの発言は村目線ではないからね。6番新規だった時に終わりだから。あの、俺の教授今日1番さん人気を出してるんで、1番さん、僕教授だからね。ちゃんと1番さん入れてね。はい、1番いって終わりです。全プレイヤーの発言が終了。まあまあ、俺の真の結果語りあるからね。終了しました。追放されるプレイヤーはゲーム終了。1番人狼陣営の勝利です。たくまさん自投票してよ。いやしないよ。俺は真なんだから。うん、まあ四番さんは五六ランね。ちなみに三番って。そうだね、もうやばいね、破綻してるじゃん、あれ。どっちにせよ負け時間4万ちゃん。いや、たくまさんだけ結果があったりしとんじゃねえかな思ってさ、めちゃくちゃ怖かったんよ。どっちにせよ負けだ、これ。そうそうそう。あ、でも6番さん入れてても数足りてなかったっすね。足りてない、足りてない。だから2番、4番って別に6番つっても PP ないからね、1進決め打ってんだったら。6番は仕切りに主張してたけど。一審決めるってなったら、一審決めるってなったら、普通さ、棋士対抗出るんなら、3番って黒打たないとダメじゃないの、これ。どうなってた？いや、8棋士、いや、夜の会話で8棋士っていう話だと思ったんだけど、さすがに。さすがに。さすがに8棋士だと思ったんだけど。9隠しろにして。いや、だから9黒取りたかったんだけど、もう9しろって言うから、お前しゃあないなと思って。だけど、6級しろ。6級しろしろだけどさ。9黒にして2番の強回収しようかなと思ったんだけど。